君の脳に直接多く妄想るの宮です。こんにちは、こんばんは、いらっしゃいませ。ペプシマンやっていきましょう。ペプシマンが荒い。これプレステのゲームなんですけど、プレステ3でやってんですよね。いやー、何からやればいいんだろう。ゲームスタートでいいの？はい、じゃあやっていきましょう。あ、実写パートなんだ。ペプシコーラを集めていく。何始まるんだ？今のは何なの？今のムービー差し込んだのは、ああ、そういうストーリーみたいのがちゃんとあるんだ。先にある自動販売機のペプシが売り切れたから、あ、で、ペプシマンが運んでいくっていうね、そういうゲームね。そしてペプシをみんな求めているという。いいよ、任せてくれ。ペプシたる俺が。いや、あ、飛ばしちゃった。読み込み画面がいちいちいいね。お、こういうゲームね。スライディングとかを駆使していけ。すごい運転が荒い。これはワンミスとかなのか、どういうゲームなんだこれは。危ない、すごい。あ、なるほどね。あのペプシマークが点滅してなくなったら負けみたいな、そういうゴミ箱とか大丈夫か。これ何なの？ちょっと待って、何なの？いや、面白いぞ。なるほどね、慣れてきた。このでも途中のペプシなんだこれ。何何チェックポイント、人んちも通ってしまう。いや、いいんじゃないのかこれは。ゴミ箱状態。なんか俺このここ見たことある気がする。あ、これ逆になるんだ。これペプシマンやったことあるのかな。なんか知ってんだよな、この感じ。これね、方向キーと逆にね動くんですよね。あ、しかも今自分がどこにいんのかがわかる。ほーん、あ、逆じゃないんですね。ほーん、最近の子はペプシマン知らない説があるんだけど、どうなんですかその辺は。ペプシマン、人にだけはね当たんないようにしてください。あいしょーい。あ、てかいくらでも転んで大丈夫もしかして。ちょっとちゃんとしてください。ハリーって、あ、そういう時間制限があるのね。暴動がね起きてるからね。で、ここをくぐって、なんでペプシが敵なんや。あ、間に合ったのか、距離なのか時間なのか。お前が買うんかい。はい、これで一面クリアね。センスワンクリア。あ、ゲットペプシ。100ペプシ集めなきゃいけないんだ。レコード。へぇ、そういうゲームね。なるほど、なるほど。牛マークが読み込みですね。はぁ、あ。2が始まりました。シンス2。もうね、だいぶ操作に慣れたんで、こういうこともね、人にだけは絶対に当たるな。はあ、でもこういうゲームね、あの、クラッシュバンディクーとかで昔よくやったよね。意地悪。へえ、面白い。チェックポイント取れないとチェックポイントにならない、もしかして。
あー一緒、そこは通る道じゃない。へえ、チェックポイントで、またゴミ箱ゾーン。ゴミ箱じゃないんかい。プシューって、いいねこういう。あーすげえジャンプする、すげえジャンプする。でスライディングはできなくなったんで、すげえジャンプする。で中途半端に出てくる。え、これクリアできんのかな。なんかそんなにコースはないっていうか、これジャンプ台じゃないの。あ、終わるんだ。はーん、なるほどな。ジャンプ力がすごいんじゃ。右下の5ペプシマンは何なんだろうな。1ペプシマンさっきなくなったのかな、ちょっと見てなかったけど。でここはジャンプで避けると、おいしょー、あ、すっぴんになった。すっぴんとは言わない。おっと難しい。ハリーって言われてもね、やっぱあの数字は、あ、暴動が起きてる。そんなに、あ、もうなんか右の女性すごいハンカチくわえてた。お、みんな嬉しそう。やっぱね、みんなペプシを求めていたんだね。へぇー、危ない。え、立体的なの？あ、もう始まって。そう、手前はやめろ、手前はやめろ。危ない。もうこれ大丈夫なのか、これ反応次第じゃないですか。もう反射神経ないんだからやめてほしいんですよな、こういう。てかあのペプシ缶が思ったよりでかくないっていうね。これジャンプしない方がいいのかな。あ、危ない。あ、クリアした。これシーン3とかじゃなかったら、そうそうそう、脇道をね、えペプシも止めないんだね、ああいうのは基本。あ、え、ステージ1のシーンは、あ、そういうことね。はあ。You're doing pretty good. Have a Pepsi. Next stage. ハバペプシ。そういうゲームなのね。いや、そういうゲームだけど、さっきから。で、シームレスに。ステージ2が始まるのかな。またペプシを求める人が。ペプシ関係なくないか。あ、そういうペプシだけじゃなくて単純に人助けみたいなこともやってんだ。ヒーローじゃんペプシマン。あ、元気づけんのね。へえ、かっこいいじゃん。アメコミヒーローかな。お、ちょ、ひどくない。あ、しかも曲がなんかズンチズンチ系の曲になった。もう世も末、バイオハザード2の最初の感じになってんじゃん。めちゃめちゃ難しくないかこのゲーム。痛い。ギブミーペプシー配ってあるゲーム、難しいっていうこのゲーム。あ、終わっちゃったんか今。ちょっと待って、超むずいこのペプシマン、ギブミーペプシが多い。ちょっと冷静になってやっていこう。あれの後ろには立たないようにね。いや仕方ないでしょこれ。ノーモーションで。で、なんか特殊モードに、ああそういうのね。俺こういうの見たことある。マリオ RPG で。難しいってマジでこれ。はあ、なるほどね。ガタガタしてんのね。はあ、基本的にペプシが先を阻んでいく。あ、でこのモードはクリアね。ギブミーペプシが多い。くぐれ、危ない危ない。ぺっちゃんこ、
クラッシュバンディクみたいな。スコで、これを気をつけ、右に行かなきゃいけないのか。で、こっちね。早い早い。間を通るのね。いけるいける。まあね、こういうとこ走ってるペプシマン側にも問題があるからね。終わっちゃった。残りペプシマンが2人と。これゲームオーバーになったらどうなるのか、もしかして。頭打たない？大丈夫？いけるいける。いけるいける。痛いけどね。ごめんね、ペプシマン。気をつけていこう。おお、おお。ちょっと後ろよく見てね。工事の人たちも。ペプシマンも悪いけど、工事現場の人も悪いからね、この周り。届かないっしょ。残りペプシマン1。こっから同じミスをする。で、右に曲がる。で、間を通る。通れない。ゼロペプシになった。ゲームオーバーしたらどっからなんでしょうか。集中していけ。間に合った。結構余裕を持って、ね、やっていくみたいな。そういうね、人には当たる。ペプシマンのフィジカルの弱さ。プシュー。あ、生きてる生きてる。どうやると、あれなのか。わからない。あんまりここは無理しないで。そう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 。いいんじゃない？いいよいいよ。バッと。気が抜けない。終わった。ゲームオーバー。はい。じゃあね。どうしようかな。え、どっからなん？データロード？メモリーカード？ノーデータ？え、セーブしなきゃいけなかった。もしかして。あ、最初からだ。いや、でもクリアしたいな。まぁ、ちょっと、今回短編なつもりでいたけど、ちょっととりあえずやれるとこだけやってまた、あげられたらね、あげるようにしますね。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。さよなら。